皆さん、おはようございます。にーちゃんねるのにーちゃんです。はい、今日はですね、丹後の方ですね、丹後の方にあるハピネス2さんに来てます。まあ今日もお父さんと一緒なんで、お父さんと来るときはだいたいハピネスさんかな。お父さんは結構船長さんと仲よく喋ってるので、だいたい丹後でジギングするときはハピネスさんに乗ります。はい。まあ前回行ったときは目白一本だけやったんですけど、今日はちょっと最近ここ何日間かイルカがなんかいるとかで、ちょっと渋いのかなーっていう感じなんですけど、でもまあまあちょっと天気も良かったんで釣れたらいいなーっていう感じで来ました。はい、それでは今からちょっと着替えとかして準備して頑張りたいと思います。それでは、はい、これがハピネスさんですね。今日はこの間は3号艇やったかな、やったんですけど、今日はこの5号艇ということで、この船に乗って頑張りたいと思います。まあいつも通りしゃくりまくって頑張ろうかなと思ってます。はい、じゃあ頑張ります。
です。ブルーの
もう走らせませんか。もう来た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 。先生来たで。カメラ。あれは勝手に。動いたでしょ。よし。はい。よっしゃー。よ、超えとるねでも。超えとる。超えとる。超えとる。今日超えとるさかい、ちっこ見える。いやいや、ちっこいですよ。いや、ちっこいですよ。こいつはちっこい、実際に。普通にブリあるブリあるブリあるでしょ。サイリーの、サイリーの音が出せないけど、一回はじる。ちょっとそれも取れてもらって勝手にかかってるし。
タイ釣れてるやん。そう、はい。よかったな。取れてるわ。一旦ここで止めようか。あ、ジグ見せて。またヒットしたよ。あそこ今、終わってる。写真撮る？ほら、俺撮ったのか。行ってる？また来てたい。かわいい。太陽の尺入れる、サイドは。いや、塩焼きにちょうど良さそうだよ。塩焼きにちょうど良さそう。ちょっと待って、あ、映ってる、映ってる。
ゃあお会いしましょうか。あげてください。今港着いて荷物も全部下ろしたところなんですけど、今日の釣果は蓮子鯛が2匹だけでした。大きいブリがね結構船中もポツポツ釣れてたんでチャンスはあったのかなと思うんですけど、今日の私のしゃくりは蓮子鯛が好きなしゃくりやったみたいで、なぜか私だけ蓮子鯛連発でした。なんでブリじゃないのって思いながらやってたんですけど、まあでも釣れてないよりはね何か釣れたら方が面白いんで、まあまあ結果的には楽しめたかなと思います。またちょっとね近いうちリベンジできたらなと思います。はい、今日はこんな感じで終わりにしようかなと思います。見てくださってありがとうございました。また次回に期待ということで、はい、じゃあまた次回頑張ります。ありがとうございます。